ラクトバチルスガセリ SBT2055 株は乳酸菌の一種でグラム陽性肝菌のラクトバチルス属ガセリ菌の菌種の一つである。悪玉菌を抑え腸内環境を整える、いわゆる善玉菌であり、日本人由来のプロバイオティクス乳酸菌として、雪印メグミルク株式会社の商品に使用されている。雪印メグミルク株式会社のミルクサイエンス。 研究所が人の腸から分離培養した乳酸菌 SP 株は雪印メグミルク株式会社が付けた通称遺産や胆汁に強く生きたまま腸に届いて腸管内に定住することが確認されている成長作用のほかにコレステロールの低下作用生体内抗酸化作用などの健康効果も研究発表されている雪印メグミルク株式会社が 製造販売するヨーグルト、ナチュレ・メグミ・メグミシリーズに含有されている。一部商品を除きビフィズス菌 SP 株と合わせて配合されているが、これはガセリ菌は小腸に多く存在するとされるため、大腸に住む代表的な菌であるビフィズス菌と組み合わせることで健康効果を狙ったものである。2001年、経口摂取した菌が、 人腸管内で定住することを示す論文が世界で初めて発表された。ガセリキン SP 株を1日1回7日間接種後、90日が経過しても半数の人の糞便からガセリキン SP 株の成菌が検出された。2009年、日本乳酸菌学会で雪印乳業と日本ミルクコミュニティ、九州大学らの研究グループによりガセリキン SP 株に 内臓脂肪低減効果があると発表された。肥満傾向にある人が12週間接種した結果、内臓脂肪量が優位に減少。皮下脂肪面積、体重、BMI、ウエスト周囲系、ヒップ周囲系も減少。カセリキン SP 株を機能性関与成分とし、内臓脂肪低減効果を表示した商品が、機能性表示食品などで販売されている。S 藤原イトール。 2001、ジャーナルオブアプライドマイケロバイラジー90 34、343から352ラクトボシラスガッセリ SBT2055、外遊発酵乳の摂取による内臓脂肪低減効果の一人消子券による検証、めぐみめぐみガセリ金 SP 株ヨーグルトフルーツミックス。ありがとうございます。